さん、こんにちは。おしてみようです。ブラックです。今回も人気ゲームアプリ新人やっていこうと思うんですが、今回はですね、現環境最強監督8人紹介していこうかなと思います。ランキング形式ではないんですけど、監督は人によりけり、アモジ TV がね、順位付けして1位とか2位とかつけてもまあいいんですけど、監督はね、好き好みの方がどっちかっていうと大きいのかなみたいな。そうそう、現環境の中でアモジ TV がものすごいよく見る監督だったりだとか、使っていてこの監督相対的に見て強いなと思う監督をね、8人ほど紹介していきます。まず1人目、細かで持ってるガスペリーニということで、この監督も人選徹底解説しているんですけれども、まあ、おもちゃ TV の方でも結構何度かオンライン使用しましたけど、今やっぱオンラインで結構対戦相手の方に見るなと思ってて、まあ、ガチレート戦の時にも使われてる方いましたし、大体ね、10試合にやってね、2、3回は来るかな、今やっぱガスペリーニ。それぐらい今流行ってて、この3バックの形でありながら、セルフチェックとは違ってね、フォアチェック中央アグレ、かなり前からガツガツいけて、まあ、ハイライン、ハイコンパクトの監督ということで、前線の 2CF プラス 1OMF の距離感がすごいいいし、守備を前ハメできるんで、ハマるとめちゃめちゃ強い監督だし、3バックの守備がどうなのかっていうところでね、ガスペリーニは結構前から行くタイプなんで、そうだね、それが好きだったら結構いいかなって感じですね。はい、2人目は、ベニート・ビバンコということで、実はフォア化で結構使っていて、4-2-2-2というとね、ガジャルドであったりとか、ゴンサロ・ジョルケーラもそうだし、ズンジビ・バホスとかね、いろんなタイプの4-2-2-2がいるんですけれど、ビバンコは、かなりやっぱり優秀で、カウンターロング中央ホミジューシのフォアチェックサイドアグレで、このビバンコもガスペリーニ同様ね、かなりハイラインでハイコンパクトです。かなり前目で潰していけるということで、ツイッターとかを見てても、モサの方でこの監督でレート上げてる方とかも見ますし、あ、これビバンコだなっていうぐらい圧力がかかる 4-2-2-2 が来る時あるんですよ。 4-2-2-2 の中だったら、まあ、個人的にも一番使いやすくて一番まあ環境的に刺さってるのかなっていう気はします。 4-2-2-2 が結構流行ったのって、4-3-1-2に対して 4-2-2-2 って結構強く出る、はい、相手がワンボランチの監督の時に2枚の OMF がこう走り込んでくると、1枚のボランチだけだとどうしても対応できないからっていうところで、ワンボランチの監督に強いっていう面で結構採用されてたりとかもしたんですけど、今はねそこまで見なくなったものの、強力な監督には変わりないのかなっていう感じですね。3人目、すぐ下にいます。この監督はね、初期めちゃめちゃ使いましたね、ジャン・ダニエル・スパークと。 4-3-1-2 で個人的いいですけど、一番使いやすかった監督なのかな、バランスがいいのかなって気がしますね。今はねそんなに使ってないんですけど、 4-3-1-2 自体がね使ってはない、まあただオンラインだと 4-3-1-2 の形多く見るんで、はい、全然使うのもありなんじゃないかなって感じがしますね、はい、で続いてはこちらかなということでね、まあこの監督は今もねめちゃめちゃ大流行していますけど、イゴール・シュレフチェンコと 1CF プラス 2ST ということで、疑似 3CF できる監督になってて、先日カウンターログバス中央ホミジューシーリトル中央だ、セーフティなんですよね。この監督はラインも2で、確かコンパクトが10とかなんで、かなりやっぱりラインは低いんで、気持ちね前からはめたくてもやっぱりガスペリーニみたいな感じのはめ方はできない。どうしてもやっぱり下がっていっちゃうっていうのがあるんで、ちょっと中盤がね間延びしてやられちゃうっていうのはあるんだけど、ただ前線3枚この破壊力に加えてサイド2枚がかなりいい位置取るんで、本当はこの監督にしかできない攻撃とかね、かなり脳筋でゴリゴリに攻めていけるんで、今依然としてもオンラインで猛威を振るってる監督なのかなって気がします。対策されるというかね、弱点も結構多い監督、両サイドのサイドバックのところの脇めちゃめちゃ使われて、そこでスルーパス出されてね、1点とか2点とか平気で決められちゃったりとか、はい、特に前半をしてても後半にまくられるみたいなこともあって、火力あるゆえにね、まあそういうところもあるんですけど、ガスペリーニの方がいい人とこのイゴール・チェルチェンコのいい人は、まあ守備の差、どっちも火力あるんで、前で守って裏取られるのはもう別にいいみたいな感じで前からガツガツいくのか、はい、それとももうサイドに出されるのはいいっていう感じでちょっと引いて守るみたいな感じにするのかっていう感じでね、分かれるのかなっていう感じですね、はい、そしてこちら、こちらもね実はもう初期の方に監督紹介取っております、アンセルもラウッツィーニということで、ダニエル・スパークよりも実際多分ラウッツィーニ使ってるって方が多くて、 SNS の高齢帯の方とかで見るとやっぱりラウッツィーニ使ってるって方結構見るんで、今回挙げさせていただいたんですけど、個人的にね俺もラウッツィーニとジャニオ監督使ったんですけど、でベントラートっていたんだけど、ラウツィーニやっぱりかなり使いやすいなっていう印象がありました。かなり、ね、攻撃しやすいですね。なんか選手の、ね、入りがすごいいいような気がして、典型的に縦に速いサッカー、カウンター一発でどん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 行きたいみたいな人はこのラウツィーニが使いやすいのかな、ね、みたいな感じはしますね、はい、続いてこちら、まあ、今ね、おもちゃ TV でもレート戦内容達成した監督であり、オンラインでね本当に、ね、今ね5回たら3回ぐらい来るかな、あのフィリップス・リンフットと、この監督はもう本当に戦い方であったりとか人選とか
出しているのでそちらで詳しく見てほしいんですけれども、ビジサンシールがね流行ってる中に3枚の、センターバックしっかり守れるかなということで、まあ、リーフット採用してて、まあ、実はねリーフットを使用する前にですねかなりね5バックの監督、例えばこちらミハル・ビレクとかね、これ紹介しないんだけど、うん、こういうねいろんな5バックの監督を試してて、いろんな5バックの監督を試しながらこのリーフットに追いついたみたいな。5バックなんだけどかなりハイラインでハイコンパクトなんで、一番自分がやられて嫌なゴールっていうのが自陣までなんか追い込んであのダブルタッチからノンキンシュートなんで、それをやらせたくないっていう思いがあるんで、リンフットでハイラインしてハイコンパクトにしてもう前からはめてって多少の裏抜けはいいみたいな感じで自分はその守備してたっていうのがあるんで、個人的には今の環境的にも合ってるし、一番なんだろうな疲れないというか、ね、使っていてそんなになんかイライラがたまらない監督なのかなっていう気はしますね。ブリンクマンとねよくリンフットってどっちがいいですか、はい、同じですかと聞かれるんですけど、ブリンクマンとリンフットラインの高さ、5バックにもかかわらずフォアチェックアグレでなおかつラインが高いっていうのがリンフットの一番の特徴であるんで、まあ、そこはちょっと違う点かなというところで、攻撃あんま苦じゃないよっていう人はねおすすめしたい監督ですね。はい、はい、続いての監督なんですけどちょっとね本枠では持ってない監督なんで残りあと2名ですね紹介したいと思います。まずはネビル・フィツ・エルベルトということで、この監督ってね確か2週間だけ限定で来たんですよね。で持ってる人も少ないと思うんで結構激レア中の激レアなのかなという気がするんですけど、まあ、そんなにオンラインではねそのめっちゃ見るってわけじゃないけど、強力っちゃ強力な監督では間違いないかなっていう。5バックでありながら要はギジサンシェフなんで、5バック流行る前ですよね。ギジサンシェフも流行る前、4-3-1-2の時代が多かった時にかなり台頭してた監督で、それはなんでかって言ったら4-3-1の攻撃にもちろんねこの5バックで守れるし、中のこの3枚がかなり強力なんで、あの前線の3枚がねでこれだけで攻められるっていうのもあるんで、個人的にめちゃくちゃ本枠で欲しかった監督で、かなり待ってたんですけど来なくて、結局ね本枠では取れなかったっていうのがあるんですけど、本当は数値とかはねぶっちゃけ微妙なんですけど、単純にこの褒めの形、スパイバックでしっかり、まあ、今の技術三試合にも対して守れるし、4センチ縦の速い攻撃に対して守れて、なおかつ結構理不尽な前線3枚の攻撃ができるっていう監督なんで、一つね決定的にね他の技術三試合と違うのは、まあ、次紹介するペイタツイダーもそうなんですけど、 2CM の 1ST なんで、うん、チレフチェンコとかって 1CM の 2ST なんですよね。これ結構違う、ね、これがめちゃめちゃ違うんですよ。この 2CM の 1ST っていうのがめちゃめちゃ強いんですよ。っていうのもね、まあ、次も合わせて紹介するんですけど、まあ、すぐいますね上に、ここのペーターツイトラ、まあ、この監督もね卵ちゃん同じなんですよ。この 2CF で 1ST なんですけど、これが疑似 3CF の俺は最高峰だと思っていて、 1ST が要は OMF みたいな位置を持ちながら下がってこず、取り出しが OMF よりもエグい位置にいるみたいな感じで、3枚の距離感がめちゃくちゃ、つまり片方のセンターフォワードに当てた時にも横も使える、で片方のセンターフォワードのどっちかが溜めた時に1枚の上がりを絶対使えるっていうのがあるんで、常にねその前線の3枚が相手のセンターバックとか相手の守備に対して数的優位を作る形になる。かつピーター・ツイドの場合は前の3枚の距離感見てほしいんですけど、かなり近いでしょ。ネビル・フィッツ・エルベルトより前線3枚の距離感近いんですよね。個人的になんですけど、リーフットでレーター上げてた時もそうなんですけど、ピーター・ツイドラに負けること多かったですね。リーフットでやってて一番嫌だったのがこのピーター・ツイドラ。集中しないとやられるね。そう、今回はですね現環境最強監督8選みたいな感じで、まあ、あくまでもこれはおもちゃ TV のね独断と偏見で選んだ8名なんですけれども、レート上げてくるおもちゃ TV が使った監督であったりとか、あとはねレート上げてくる対戦相手にいたすごい嫌だった監督とか、そういった監督をね8人中心に集めたんですけど、まだまだね多分いると思うんですよ、この監督はこの監督はみたいな。あくまでねこれおもちゃ TV のあれなんで、別に、ね、全然ね性格性感ないと思うんで、コメント欄に書いていただいて情報共有ねみんなにしていければいいんじゃないかなというふうに思います。この動画が気に入ったらぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。どうしよう。